後で皆さんが明日の朝起きられてからご参考になる内容を今の間にライブで撮っておきたいと思います。ロサンゼルスと日本は今16時間の時差があります。今日私は朝の4時から起きて、日本時間の10時に皆さんとセッションをやったんですね。とっても有意義ないろんな意見が出まして、でその内容の中で少し皆さんとシェアをしたいと思います。あ、ユージさん、起きてらっしゃるんですね。五十嵐さんもどうもこんばんは。聞いてくださってありがとうございます。で、今、こうやってコロナ禍でいろいろなトラブルもあるんですけれども、実はこういう危機の時こそ大金持ちの方が生まれるんですね。で、それはなぜかっていうと、みんなに同じ経済危機が起こってるわけなんですね。で、その中で伸びる人っていうのは、やはりこの時こそ建設的なものの見方、建設的な、言葉を発するからこそ、この良い人材を引き寄せて、運を高めて進んでいくっていうわけなんです。あら、ミカちゃんもまだ起きてらしたの？ありがとうございます。そしてダイアナさんと石井さん。ダイアナさんも最近ずっと聞いてくださってありがとうございます。ということで、ですから、今こうやって大変な時にね、多分8割、9割の人はいろいろな不平不満を言ったり、Facebook の投稿とかでもネガティブなことを書いてらっしゃるんですが、そういった方は、はっきり言って運は良くないんですね。で、こういう時に賢い方っていうのは、いかに建設的な言葉を発するか、そして建設的なことをするかということなんですけれども、先ほどのこの皆さんとセッションをした中で、とってもいいディスカッションがあったんですね。で、一つはお金のトレーニングについてという内容をお話ししました。なぜこの東南アジアでボートピープル、大陸の中国、大陸の共産主義などが嫌いで中国を出てきた華僑たちなんですけれども、華僑たちがなぜお金持ちか、一つは決して諦めないということですよね。もう彼らは背水の陣、その国に帰ろうと思っても帰る場所がないから、その漂流したボートピープルとして漂流したところで、もう骨をうずめる覚悟で、本当に頑張るわけですね。これが逆に日本の場合は、海外に日本人も住んでいますけれども、やっぱり日本っていう国が素晴らしいので、皆さん日本に向いてるんですよね。で、言うのは必ず老後は日本とか日本の温泉がとかって言っちゃって、だから全てのことプラスとマイナスなんですよ。日本のように国がいいから、ある意味海外にいる日本人は華僑やユダヤ人ほど成功できない。中にはすごく成功してる人がいますけど、パーセンテージで見ると少ないっていうのは、やっぱりいつでも帰るところがある、そこで骨をうずめる気がないからっていうことなんですね。で、逆に華僑のように中国には絶対戻りたくない、中国が嫌いだという人たちは、もう背水の陣、ふるさと帰れないからこそそこで頑張るわけなんですね。あ、どうも、いろいろマークありがとうございます。あ、ミカちゃん起きてたんだ。で、小林さん、はじめまして。急でしたから見てしまいました。ありがとうございます。本当に16時間の時差なので、皆さん深夜で、また朝起きられたら見ていただけるかなと思ったんですが、こうやって参加してくださってありがとうございます。それでお金のトレーニングに話を戻しますが、一つの質問があったのは、どうやったらお金のトレーニングできるんですかということなんですね。例えば、人を見る目とか、お金の使い方、賢さ。で、それについて私の答えは、まずは人を見る目、お金っていうのは人が運んでくるって言いますか、やっぱり良い人材に恵まれること、日本でも企業は人なりって言いますよね。やっぱりね、いい人々が集まると必然的に良いビジネスが展開できて、お金も儲かるわけなんですね。じゃあ良い人と知り合うのはどうするかっていうと、はっきり言いますね。苦労しなきゃダメなんですよ。苦労なしで、西洋でいう銀のスプーンを加えてきた人は、はっきり言って人を見る目がないので、周りにはその人のお家の財産を目当ての
まあ、はっきり言って泥棒に囲まれているような泥棒のような人材、例えば会社役員とかでもどうやって金、会社からいろんな手当を絞り取ってやろうかとか、そういったことしか考えてない役員とかが周りにいるわけですね、天下り先とか。だけど本当に苦労した人、何度も何度も人に裏切られたり騙されたりした人は人を見る目ができるんですよ。私もまだまだ家境の夫ほどではないですが、やっぱり人並みに裏切られたり騙されたり苦労してきたつもりなんですけれども、ですからちょっとは見る目がある。でここもなんですね、同じような苦労をしても、ちょうど今のコロナパンデミックと同じで、同じような人にいじめられたり裏切られたり騙されたりしても、それを糧として教訓として上に伸びる人と、そこからますます落ちる人ってあるんですね。これは結局その人の心構えの違いなんですね。あ、騙されちゃった、よく言いますよね。でも自分が加害者じゃなくてよかった、自分が被害者でまだよかったっていうふうに覚えて、で、まあ、次回はこうならないようにもっと気をつけようと、前向きに建設的になる人と、もう恨みつらみで、あいつのせいで、まあ、大金なくして、ああだこうだ、いつまでもその暗い過去を引きずっている人っていうのは成長できないっていうことなんですね。でそこでのこの投資なんですが、やっぱりたまたまお話ししてて、あ、この人まだまだまだだなって思うのはあれですよね。お金は儲けたい、投資はしたいんだけど失いたくない、こういうこれね、投資はしたいんだけど絶対損はしたくないんですっていう人は詐欺のターゲットになるんですよ。それはなぜかっていうと、この世の中には 100% ギャランティーってものはないんですね。ですから投資などは千密って言葉があるように、千個やって、まあ三つ当たればいいみたいな。だからいろんな、例えば起業して大企業のオーナーさんになっている方々がいますけれど、彼らはたまたま一つ、千のうちの三つの一つがああやって上場したりしたんですが、あそこに行くまではいっぱい失敗してるんですね。多分何度も会社を起こしては倒産させたり、ちょっと名前忘れましたけど、世界的な大富豪の方もなんか7回ぐらい会社を作っては倒産したことがある人とか、例えば投資、株とか、オプションとか FX とかトレードで今は食べてても、大抵みんな誰に聞いても3つぐらいは口座最初はもう爆発させてしまった、お金を溶かしてしまったとかって話聞きますから、結局ね、一番最初みんな失敗するんですよ。特に最初の1年目で半分ぐらいの人辞めるんですね。これは同じように失敗してもそこを乗り切る人と、もう最初からさじを投げちゃう人で、その辞める人に限ってハイリターン、ローリスクを求めるんですね。損はしたくないけど、大儲けしたい。そういうこと考えてると、絶対にそこにつけ込まれて、騙されるんですね。ということで、背景の話が長くなりましたけど、投資の大原則、まず一つはやっぱり生活費を投資に回さないっていうことですね。生活費は置いておいて、当分使わないお金。これはあってもなくてもいいようなお金、なくしても 100% 全部なくしても、まだ生活に支障ができない、そういうお金を投資にするということ。それはなぜかというと、たまにビギナーズラックがあります。ほとんどの方は、失敗します。さっきのこのトレードとかで、今でこそ年間数千万円とか、億のお金を儲けている方でも、最初の一つ目、二つ目、三つ目って、証券会社の株の、口座開けたり、FX の口座開けたり、オプションの口座開けたりして、みんなね、溶かしてるんですよ。だから、そうやって、最初はみんな苦労して学んでるっていうことが一つですね。で、二番目の、投資の大原則なんですけれども、特にこれから、直近で5年以内に必要なお金には手を出さない。例えば、これは生活費じゃなくてここにお金があるんだけれども、でもそれを回すかどうかっていうのは、そのお金が5年以内に、例えば子供が大学に行くとか、子供がなんかインターナショナルスクールに入れたいとかね、もしくは5年以内に、親御さんが
介護が必要になって有料老人ホームに入れてあげたいとか、5年後になんとか、5年後になんとか、だいたい5年後に必要なお金であれば、ギャンブルっていうか投資などはしない方がいいと思います。それが2番目。それから3番目、これがすごくね大事なんですけども、今日皆さんに一番伝えたいことを、相手が何で儲けているかを知ってください。相手が何で儲けているかを知る。でここもね、各自価値観の違いで考え方、ただ価値観が違って考え方が違って結局行動が変わるから差が出るわけですね。幸せなお金持ちの方とお金がなくって不幸せな方の差は価値観の違いが結局出るんですけど、こういうことがあります。これ本当に私の独断と偏見、偏った経験ですから、中にはいい方もいますよ。だからそういうことで聞いてくださいね。例えばファイナンシャルプランナーっていうのがありますよね。で、私はファイナンシャルプランナー基本的に使わない、信用しない。なぜかっていうと、いろいろと理由があるんですけれども、一つ目、ファイナンシャルプランナーっていうのは特にお金のプロではない方が多いんですよね。一つの理由として、ファイナンシャルプランナーっていうのは国家資格じゃない。例えば私は不動産をして宅建持ってますけど、宅建とかっていうのは国家資格。だけど、ファイナンシャルプランナーっていうのは協会資格。それが一つ。それから二つ目は、そのお金のプロじゃない。中にはお金のプロ、バリバリの方もいらっしゃるんですが、どうでしょう？多くの方は、まあ、ずっと OL やってたとか、会社員やってたとか、まあ、その保険会社に勤めてたとか、ちょっと金融関係勤めてて、で、ここ数年になったっていう方がいると思うんですね。それから三番目は、結局ファイナンシャルプランナーの仕事は、彼らは何で儲けてるか、何でご飯を食べてるかっていうと、皆さんに金融商品をこう、カクテルのようにこう組み合わせて売る、その手数料で儲けてるんですね。で、以前こういうことがありました。まあ、ある、受講生の、私の受講生の方なんですけど、で、まあ、いろいろお金の基礎知識を教えたつもりなんですね。で、その方が、まあ、どっかでファイナンシャルプランナーの方と、巡り合って、意気投合して、お友達になるんですね。まずここで問題一つ。友達とビジネスをやっちゃいけないんですよ。この人が友達だから、その人からなんか金融商品買うとかね。やっぱりお友達とそのお金に関するプロは切り離さなきゃいけない。だからここで間違い一つ。そして、まあその相手がファイナンシャルプランナーで、やっぱりこう、いろいろ常套句ですよね。いろんなこと進められて、こう、相手を説得する言葉もこういろいろあるわけですよ。で、その人はすっかりもう、なっちゃって、まあなんか買ったと思うんですよ。で、私は別にその人がということじゃなくて、たまたま偶然私がこの Facebook かなんかで言ったことが、やっぱりファイナンシャルプランナー信用しちゃいけない。で、ね、もしそれでもどうしてもするんだったら、この質問しろって言ったんですね。あなたは前のリーマンショックの時何してましたかっていうことを聞く。これすごく大事なんですよ。なぜかっていうと、それを聞くことによって一石二鳥、あなたにはメリットがあります。もしそのあなたの友達になったファイナンシャルプランナーなり、保険の外交員なり、銀行マンなりが、前のリーマンショックの時はまだ学生だったとか、まだ OL してた、会社員してた、まだ専業主婦だったのであれば、ちょっと話にならないんですよ。それであればお金のプロじゃない。そしてもしその時その人がすでにその金融のなんかやってたのであれば、2番目のツッコミはね、じゃああなたはリーマンショック前にあなたのクライアントにこれから大暴落しますから金融商品全部今利確しましょうって言ったかっていうことなんですね。そんなのもちろん言わないわけですよ。ここなんです。彼らはあなたのアクティブファンドマネージャーとか言いながら、結局手数料が目的なんですね。あなたが投資で勝とうが負けようがほぼ関係ない。そのよっぽどなんかアクティブファンドであなたが儲かったものに対して手数料を取るのであればできるんですが、でも彼らは成功報酬制度じゃないんですよ。あなたのファンド、アクティブファンド、儲かっても損をしても、まあ、アメリカの場合、彼らは 2% はもう保証されてるわけです。
2%。だからあなたが勝とうが負けようが、もう 2% もらうので、はっきり言って自分たち の、その金融商品がいっぱいあったら、コミッションのパーセンテージが違うわけなんですね。だから本当に心ない人であれば、一番自分のコミッションのパーセンテージの高いものをお客さんに勧めるということがあります。それとか、お客さんに、今、暴落してるけどね、こういう時はまたほら、なんかサンクコストかドロ、なんかドルコストかなんかわかりませんが、こういう時こそまた買うんですよ。積み立てしてコツコツして買ったら、なんかありますよね。だからこれも考え方次第なんです。確かにそれがいいと思ったらやる方はいいんですけど、私の場合だったら、まあ暴落する前に一度、キャッシュポジション、一度そのね、利確をしておいて、今度大暴落して安くなった時にガッと買いたいとかね。あ、それから金融商品とかっていうのをなんか投資信託とかこうやって下がったから、なんか今度逆張りとかができないものが多いらしいんですよ。この順張り。ただ一方方向にしか買えないから、下がった時は、なんかもっと数を増やして、何品買いしましょう。なんかいろいろあると思うんですけどね。ですからこういうのは全て、あなたの価値観次第なんですよ。いや、私はこの新しく友達になった友達がたまたま FP で、彼女はきっと私のことを親身に思っててくれて、とかっていうのであれば、それは OK。で、私が、いや、私は FP さん良くないと思うよ。どっちみち、手数料なんだから、とかって言ったら、なんか、マダムは傲慢だ、とかって思われて、こっちは、まあ、アドバイスしてあげたつもりなんですけど、だから皆さん、すべてここなんですよ。同じことを聞いて、あっ!ってこう、憤慨する。怒ってこっちの方に行くか、同じこと聞いて、うん、それもあるかもね。だから、投資で成功する人っていうのは、二つマインドセット持ってます。一つは、物事にはギャランティーがないっていうことですね。これ買ったら絶対儲かるとか、これ買ったら絶対何とかってことないわけですよ。投資っていうのは、予測じゃないんですね。こう、水晶玉で、この未来が予測っていうのじゃなくって、投資も、あくまでもこれ、統計なんですよ。確率の問題。だから、例えば、不動産ディベロッパー、こうやってね、今、なんて言うんだろう、東京オリンピックを睨んで、なんかいっぱい開発してたわけですよ。大金やって。でも、あれは、予想っていうよりも、多分、こうなるだろうな、っていう確率の問題ですよね。もし、東京オリンピックがあったら、ここが多分、値段が上がる確率があった。だけど、やっぱり2番目、あ、そういう、こういうこともありかな。まあ、何でもありなんだなって思う。柔軟的に何でもありな世界。ね。だから、あの時はみんながもう東京オリンピック、オリンピック、絶対物件上がるとか思ってたんだけど、まさかこんなコロナウイルス、中国から、世界中にウイルスが散らばってこんなことになって東京オリンピックも延期になるので誰も思わなかったでしょ?だからこうやって何でもありなんですよ。何か起こるかもしれないなっていう。これがリスク回避っていうかプラン B っていうか何かが起こったらこっちみたいな。だからみんなはもう 99% 確信持って絶対東京オリンピックを思ってたんだけど、いや、もしかしたら 1% の確率でもしキャンセルとか延期にある事態になったらっていうことをもし考えてる人がいたら、これがプラン B なんですね。で、これがリスク分散なんですよ。だからそういった意味で、何を言いたいかっていうと、結局お金の原理原則っていうのは、まず生活費を、投資に回さない。それから、5年以内に必要なものとの子供のなんか、私立の学校に入れる予定があるとかね、お受験させて予定があるとか、親がそろそろ認知症だから、有料なんとかとかね、そういう5年以内に使う予定のあるお金には手を出さない。で、この1番と2番は、やっぱり生活費とか、必要だったお金に手を出して、それがマイナスの方向、あなたは増やしたいと思ったように、マイナスの方向に行っちゃった時に、デスプレイと焦るんですね。そしたら、投資とかで一番の敵は感情的になっちゃうことなんですよ。だから、貧すればドンス、ドンすれば貧すで、やっぱり焦ったりすると、ますます判断を間違えて、こう、ドツボにはまっていきますね。なんかそれが二つ。から最後は、三番目は、
相手が何で儲けてるかを考えてくださいと。だからその保険の外交官にしても証券マンにしてもファンドマネージャーにしても FP にしても、あなたに何かを売って手数料で儲ける人たちなんですよ。別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、手数料で儲ける、これも真っ当な仕事の仕方なんですね。だけどそれを頭に入れておいて、この人はさ、究極は手数料なんだから、でその手数料の仕組みもよく知れば知るほど、あなたが勝とうが負けようが手数料が発生しているわけなんですね。ですからあまり信じない、あまり信じないで、逆のアドバイスしてくれる人の耳を貸す。あ、そういうこともあるんだなとか、あ、もしこうなったら、万が一こうなったらこうするとかね、そういうことで繰り返しますが、投資とかっていうのは未来を予測してるんじゃないんですよ。予測してる、もし予測できるんだったら全員が全員投資で大成功するんですけれど、投資は千密、千に三つですから、あくまでも確率ですね。 100% 確率じゃなくて、まあ 80% かな、 90% かな、それでも 10% っていう大暴落とか大損をするパーセンテージ、可能性はあるわけです。ですからその可能性がもし今回のコロナのように起こった場合は、あなたはそこでの損とか責任が取れるかっていうことですね。そこになってジタバタしてお金返してくださいなかったことにっていうことはダメなんですよ。まあ、そういった意味では私の場合はもう20代から不動産も株もやってますけれども、できるだけ若い時から本当にお金、その自分の範囲内で、まあ、株でも FX でも何でもいいんですけど、やったらいいと思います。やるとね、あ、お金ってこういうもんなんだ、全部自己責任なんだ、あの時売るとか買うとか自分が判断したんだ、いくらその FP さんとか証券マンが勧めたけど最終的に決めたのは自分なんだって、こういう人生すべてにおいて自己責任とかが取れるように、若い時から投資をして、それでそのメンタル面を強くすることを私はお勧めします。はい、今日はここまでです。なんかまあ皆さん、たくさんの方が夜更かしをして聞いてくださってありがとうございました。本当にこう16時間の時差があって、さっきまで皆さんとセッションしてすごく盛り上がって、お金に関するいいお話があったので、ちょっとこの辺は日本の皆さんとシェアしたいと思いました。本当にどうも聞いてくださってありがとうございます。では皆さん、もう寝てくださいね。やっぱり良質な睡眠がコロナに対する皆さんの免疫力を高めますので、良い、睡眠をとってください。ではまた皆さん、ごきげんよう。ありがとうございます。失礼します。